はい、どうも、こんにちは。今日はね、パズドラ友情ガチャで、ダブルミスリットを狙おうと思います。果たして一発でダブルミスリットは来るのかどうか、ちょっとね、やってみたいと思います。じゃあ、行きます。じゃあ、ちょっとダブルミスリットは来るのかどうかね、ちょっと引いてみたいと思います。じゃあ、行きます。一発で来い、ダブルミスリット。来い、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 来い。お!これ何?何?これ何?レア来たな。これめっちゃ可愛いやんけ。レッドフィアリー回復タイプ来た。めっちゃ嬉しい。レッドフィアリー来た。やったぜ!ってことでね。ダブルフィアリーについて語りたいと思います。あ、ダブルミスリット。なに、ダブルミスリットってあれ、どこで手に入るのかわかんなくて今日友達と会話しててさ、どこで手に入れんのダブルミスリットみたいな感じで会話になったんて。ダブルミスリットってあれ、ダンジョンで手に入るんだね。なんか、火曜、水曜ダンジョンかなんか、もうさ、あれ、なんか、上級で手に入るらしいね。なかなか出てこないけど、たまになんかドロップするみたいだね。そのね、なんか、少ない確率にかけて、なんかうまいことドロップできれば、なんか、最高みたいな感じだね。ダブルミスリット。そう、低確率にかけてドロップを狙うみたいな。そう。そうだね。ガチャで一回ダブルミスリット引いてさ、その後なんかもうさ、いなくなっちゃってさ、ドロップできる。そう。だから今困ってんだよね、ダブルミスリットがいなくて。マジで。ダブルミスリットがいなくてさ、そう、他のモンスターが進化できへんやんって思ってさ、だからダブルミスリットって結構大事なんだよね、パズルラインにおいて。だって、あれじゃあ星5から星6に進化するときって大体さ、ダブルミスリットいるじゃん。だからダブルミスリットはもっとらんとあかんなと思ってさ、あのゲーム。そう。だから俺はもうダブルミスリットはパズルラインにおいてすげえ必須品なんだなと思ってよね。だって俺トランクスをスーパーサイヤ人したときも、やっぱダブルミスリットいるわけじゃん。だったらもういかにダブルミスリットを保持してやるかっていうのをすごいね、パズラにおいて重要なファクターなのかなとは思ったよね。うん。まあ、そこをみんなどう考えるかっていうところだと僕は思うんだよね。その重要なファクターをどう捉えるか。俺は、それすごい重要なファクターと思ってるから、まあ、そんな感じなんだけどね。てことね、まあ、ダブルミスリットをね、についてお話をちょっとしてみたんで、よかったらね、参考にしていただけたらなと思います。お疲れ様です。